こんにちは。端麗な容姿で生めかしい歌声とお茶目な一面のギャップで今ファンを熱狂させている中島一休さん。今回は中島一休さんの人生に注目してみましょう。中島一休さん、本名中島郁美さんは1989年5月29日に滋賀県に生まれます。家族構成は両親と2人の兄の5人家族。幼い頃から活発な性格で、テレビに映っている芸能人がたくさんの人から拍手されているのに影響を受け、幼稚園の頃の将来の夢は歌手でした。また音楽が好きで、特にモーニング娘。を好んでおり、インタビューにもラブマシーンは自分の10代を定義する曲としてこの曲を挙げていて、モーニング娘。のオーディションにも応募していますが書類選考で落選しています。その他にもスピード、宇多田ヒカル、島谷ひとみ、浜崎あゆみ等を聴いていましたが、中学に入ると2人のロック好きの兄の影響でロックに目覚めます。高校は滋賀県内で軽音楽部の名門である滋賀県立大津高校に進学。大津高校軽音楽部の一休さんの同期にはボーカル志望者が7人もいたため、軽音楽部に入部するためにオーディションがあり、一休さんも受けますが落ち続けます。しかし最後のオーディションで合格し、見事軽音楽部に入部します。当時は現在のトリコのような本格的なロックではなく、ポップなコミックバンドのようなテイストで、ジュディ&マリー等をコピーするバンドを組んでいました。またこの部活で後にトリコのギターとなる一つ上の先輩である木田モティホさんと出会います。しかし高校時代は同じバンドになることはないまま卒業します。高校を卒業すると兄が通っていた影響で大阪の音楽専門学校に進学します。専門学校では真面目な生徒で、授業もほとんど休むことなく音楽漬けの日々を送っています。また高校卒業後に木田さんにバンドの誘いを受けます。しかし当時は高校の時に組んでいたバンドメンバーと新しいバンドを組もうと考えていたため断ります。その後一休さんのバンドは解散、ソロ活動を開始し、そのソロ活動のサポートメンバーとして木田さんを誘います。共に活動する中で木田さんの魅力に魅せられ、正式にバンドメンバーに誘い、木田さんもそれを快諾。またよく台湾で顔を合わせていたひろみひろひろさんもバンドの解散のタイミングにあり、3人でトリコを結成します。ドラマーはなかなか決まらずにいましたが、小牧さんがトリコのドラマを熱望し正式メンバーに加入。バンド結成3年目には荒履ロックフェス、京都大作戦、フジロックフェスティバル、ロックインジャパン、ライジングサンロックフェスティバル等を経験します。また奇抜なサウンドと本格的なサウンドを掛け合わせた音楽性が海外で受け、2014年にドラマーの小牧さんが脱退後も海外の名だたるフェスに参加し大喝采を受けます。また一休さんがレギュラーで出演している BS スカパーで放送されているバラエティ番組バズーカの企画にてジェニーハイを結成し、その歌声に魅せられた様々なファン層を獲得しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。